今年ってザンクって厄年あマジあそうなんだでもこれ本当にに何かあるのかねうちのおばあちゃんはマジであるってさこの前会った時に厄、ね、年ほんとに厄年これ 本当にそう <laughs> 2024年のあの厄、ー、年ですって、えー、早見表がありましたあいやまだじゃん前役にもなってないと思うよ だからさ、これってさ多分だけどあのー、このぐらいにさやっぱどうしてもさ病気ってするじゃんうん、俺これなんかね変ななんか変なやっぱこううまいことできてる気がするぞほんとにこれうん40ってさ何かしらあの、病気やっぱあるからそう、うん、え毎年変わるあ本ほんとに毎年変わる 23の時あれ俺これやったっけのお笑いいやしてないしてないしてないなうん2歳とかであるんだええー、2歳でえー、えじゃあこれ七五三の時にも翻訳とかなんだね知らなかったこれうん誰が決めてんだ分かんない、神じゃないの誰が決めてんだこれ 役年って役年 <laughs> いい、ね、いいねいいね。<laughs> サジェストがいいわ。うん、さ一番上に誰が決めた 誰が考えたのかバカにしたりはしないんですが私は役年を気にしていません。そもそもいつから誰が考えたのか、世界でも共通なのか、占いを信じない人は役年は信じて役払いする人もたくさんあると思います。よろしくお願いします。うわ、なげえな <laughs> げえすげえ役年の考え方は統計学を応用した占いの一種。イン 引用道から由来してていいるるとされている男の役年の42歳、えー、その昔平均寿命が560だった頃にこの年の前後で大病急病事件事故、えー、家庭事情の悪化になる人が多かったっていうのが過去にあったので平安時代ぐらいからまあ決まったとあーなるほどねえー、なので実際には全員が全員役の影響を受けるとは限らないしかし 神社にお参り、役払い一発リセット、完了などで済むなら本当にですよね。でも、実際にはということです。なるほど。えー、で、厄年厄払い、昔からしている先人の頃よりも前からということで、平素から信じていない人でも厄払いする人の増加、ねずみ子みたいに増えていく事実、まあ、そういうことです。<laughs> <laughs>

まあだからあの多分多分だけどまあお笑い行く時間とお金がもしあるんだったらばそのお金と時間を何かしら健康のこととか多分運ってさあの向いてくるものでさまあ向いてくるっていうのは勝手にやってくるものじゃなくて多分そういうようなあの幸せだなーなんていう風に感じるような行動をとっていけば多分自然になんかおろった。 運いいなみたいになってくると思うんですよね、うん。そういうもんじゃないのかなと思うんですよ。うん、だから運が悪いなーとかさ、うんかスイカ引けねえなーとかさ。ん,んで、ね、なんで邪気で中断チリ引いたのに当たんねえんだよ、ついてねえなとかってやってる時点でお前もうあれだぜって。 あの俺だって運ないなーっていうあのー、なんかこうインプットいっぱいされてるよって、うん、俺の人生運ないなーってなるよっていうの <laughs> そんなもん信じない残り少ない人生前向いてけとりあえずお前昼酒飲むのやめとけよお前はとりあえず死のう子の言わずにお前まだあれだわその説法できるような年じゃねえよまだ人にまずあれだわちゃんと前向いて勉強して親孝行しろもっと たばこタバコちょっと一回やってみるちょっとこれだいぶ良くなってきたよちょっと、うん、いただきますゆうきくんに、えー、向けた、えー、何日ぶりかの一服いただきますえー、乾杯じゃないだろうねえー 煙灰エンパイ EP うんまあ吸えるねうんうまいなうんうまいねうんうまいうまいね うん、うまいわ確実にうまいわうんこれはつまり何が言いたいかというと良くなってるねうん良くなってる良、うん、くなってるこれ良くなってるわ良くなってる良、うん、くなってるやっぱネブライザーじゃなくてこっちだよなうん ネブライザーやってる時はさ本当に気持ちよかったんだけどああタバコ吸ってるみたいでいいやっつって,つってもう、あの、チューブこういうふうに持ってたもんのをこうやって,ってあれ良かったんだよすげえ、うん、まあそういうことですうんそうですね 寿命診まあとりあえず置いといて。えー